ブレーデン・ルーパーはアメリカ合衆国オクラホマ州ウェザーフォード出身の元プロ野球選手。1996年にアトランタオリンピックの野球アメリカ合衆国代表として出場。同年の MLB ドラフトでセントルイスカージナルスから一巡目で指名され入団。1998年3月31日のロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビュー。シーズン終了後に アルマンド・アルマンサ、パブロ・オズーナと共に、エドガー・アーレンテゲアとのトレードで、フロリダ・マーリンズへ移籍。2003年は、チーム最多の28セーブを挙げたが、ポストシーズンは、シーズン途中で移籍で加入したウーゲット・ウービナが、クローザーを務め、ルーパーは、ウービナへつなぐセットアッパーに回った。2004年1月6日に2年契約で、ニューヨーク・メッツへ移籍した。同年は、 開幕から18試合連続で防御率0.00を記録し、自己ベストとなる防御率2.7029セーブでシーズンを終えた。2005年は28セーブを記録したが、セーブの失敗が8回もあり、ワイルドカード争いチームの足を引っ張ってしまった。シーズン終了後に550万ドルの2006年のオプションを破棄され、FA となった。 12月15日に1350万ドルでフルスカージナルスへ移籍。カージナルスはジェイソン・イズリングハウゼンへ繋ぐセットアッパーとして獲得したが、ルーパーがクローザーとして活躍した年は100万ドルという出来高も加えられた。2006年はセットアッパーとして69試合に登板し、9勝を記録した。チームはワールドシリーズに進出し、24年ぶりに ワールドシリーズ優勝を果たした。2007年は、それまで大学時代からリリーフ専門でメジャーでは、全572試合にリリーフ投板していたルーパーに、当時の投手コーチであるデーブ・ダンカンの発案によって、先発投手に転向させられた。同年は12勝を記録した。2008年も12勝を記録した。2009年2月12日に、 ミルウォーキーブルワーズと一年契約を結んだ。同年は14勝を挙げ、先発ローテーションを一年間守り抜くも、リーグ最多の39被本塁打を喫する。オフに FA となりも、獲得球団が現れず、2010年は無所属の状態となる。2011年3月25日に現役引退を表明。ありがとうございます。